コンシャスラジオマジックモーメンツ、うん、マジックモーメントでもさ、うん、今回ビバルディの春、うん、タッタッタッタララー、タララッタッタッタララーがね、1700何年かぐらいの、うん、作曲家やと、うんうん、で日本では吉宗とか徳川の時代にうんたらくんたらみたいなことを話してて、ああそんなもんかねと思って、やっぱ西洋の音楽っていうのはなかなか進んでるなと思いながら、でさ、まあ当然ビバルディの春とかね、あとヘンデルのミオ、勇者は帰る、タン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 か、そう、はい、さらに1回前が一番最初がゲーセン上のアリアですね。ああ、はいはい、まあ何でもええねんけど、もう文字通りクラシックというかね、誰もが知ってるクラシックの曲ってくっさるほどあるやんか、あります、ね、ジャ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 ーンとか知らん日本人おらんわけやしさ、まずクラシックでもいっぱいありますと。でクラシック、それこそ普通にピアノのさ、じゃあショパン、別れの歌とかね、じゃん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 とかね。あとさ、まあクラシックじゃなくても、まあ例えばレッド・イット・ビーとかね。あ、違う意味でクラシック。まあ違う意味じゃないけど、まあポップスの中でもレッド・イット・ビーとかね、もう、まあ絶対知ってるわと、世界中で。あ、でもそれで言うとレッド・ビーなんかむしろちょっと知らん人がおんのかな。まあでもまあおらんか。まあどこまでを全世界というか別として、まあある程度みんな知ってる。まあまあまあ西洋音楽というか、まあ金、あ、まあイマジンにしてもそうやしさ。まあ、うん、でもちょっとポップは置いといても、ポップスは置いといても、なんで、クラシックのね、人たちの音楽ってそこまで流通してるとか世界中で、なんで日本にはそんな音楽がないの？日本だって言うても近代国家でさ、先進国でさ、いろんな文化が世界に流れていく土壌はいっぱいあるはずでさ。でな、ビリー・ジョエルがライブの前に、なんか桜、桜、あれなんて曲？桜、桜、桜って曲？多分わかんない。をピアノでやりはんねんな。ダーン、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 みたいな。桜、桜とかは、比較的みんな知ってんのかな？外人？外人。知らん。とか、もしくは、すき焼き。上を向いて歩こう。上を向いて歩こうとかやったら、もう当たり前の、まあ、クラシックとは別に、我々が当然のようにレッド・イット・ビーを知ってるとかね。当然のように、じゃあ、なんやろ。スティービー・ワンダーの、I just go to say みたいな。まあまあ、まあまあみんな知ってるやんか。とか、ほんまに、あ、じゃあ、アースのセプテンバーとかね。もうほんま音楽関係なく、好き嫌い関係なく、まあまあ、聞いたことはある。あるみたいな感じにすき焼きはなってるわけないよな。アメリカだけよね、少なくとも、アメリカでもなってない、まあ、なってないよね。ちょっとよくわからへんな。なんで日本の音楽はそんななれへんの？そならへんよ、そんな。なるわけないやんか。もう、そんなの。何を言ってらっしゃるですよ。もっとなっていいと思うねんな。ポコッポコッと。もっと向こうに渡って頑張って活動してる音楽家もおるわけやしさ。たまにはさ。だって、長い歴史の中にイチローとかはさ、完全にアメリカの文化出る野球に名前を残してるし、本田宗一郎っていう名前を知ってる人いっぱいおると思うし、まあソニーとかね、そう、なるほど、もちろんトヨタだってそうやし、かのスティーブ・ジョブズはアイモードにずっと憧れてたわけやし、この長い歴史で、長い歴史ってはまあこの今の俺らが普通に聴いてる音楽がまあまあまあ5、60年経って何かあってもよそうなのに一個もないよね。ないですね、それは。一個もないやん。だって、まあ日本の文化じゃないですから、西洋音楽は。でも日本の文化としてっていうか、まあもう西洋音楽をやってるやんか、日本人、みんな、一個もないやん。ない。なんてなん、一個ぐらいあってもよくない？なんかそういう本当のスタンダード、マイケル・ジャクソン、スリラーみたいなさ。まあね、ないね。ないか。ない、出てけえへんかも。いや、出てくる可能性はあると思うねんけど、もう単純な問題、流通してないやん、流通させられてないやんっていう、それなんか音楽の素晴らしさとは別に、いや、輸入文化やからさ、彼らは輸出にうまいこと成功したってことやん、逆の言い方をすると。それでもなんでそろそろバンバン輸出できへんねや。日本は下手やからやろ。英語の歌もみんな歌ってんのに。時代的にクラシックになりにくいっていう、その新しいクラシックが遅かったんかも、生まれづらいっていうのもあるし、で一方で確かに日本はそれの露出が下手っていうことなんじゃないですか。確かに、まあとはいえ今言ってたイマジンしかり、
スティービー・ワンダーしかり、アースしかり、うん、まあ70年代、80年代で、うんうん、確かにまあ90年以降で、もう絶対誰もが知ってるみたいなんて、そこまでないんか。うん、売れた曲ってな、まあなんかグリーンでバスケット系ですかね。あれじゃん、あの、エニヒマセー、エニヒマセー、アールシマセーとか、あー。そういうこと、ロシアは、まあロシアは東欧やったら東欧っていうか、まあ広く言うとあの、あっちにも入るから、うん、でクラシックの人とかでもおるからね。だけどまあロシアは入れられたと。で中国とかはどうなの、ね、まあ、中国とかはちょっとでもダサいやん、もともと日本は普通にいけてる。それは日本の音楽やろ。日本の音楽、あの子はいつもやろ。それ何だっけ、まあ、星よりひそかに。日本やんか。何やそのミス。いやでもなんかあったって良さそうじゃ。だって日本人は優秀やし、うん、ほんまに西洋の音楽を取り入れて、うん、お前ことやるやんか。だって見てくださいよ、世界中の ああいうなんかアングラヒップホップ見てもやっぱクラッシュさんってかっこいいし、やってること、うん、完全に西洋の音楽やのに、うん、ヒップホップなんか。ケンイシー見てよ、全然かっこいいやんか、世界的に見ても。っていう同じポップスにおいても、うん、英語の歌もみんな歌ってるし、楽器演奏も上手やし、うん、録音の技術もあるのに、全然出てけへんよな。俺答え持ってんねん。知ってんねん俺。顔が持ってる顔やったもんな。もっと振れと、うん、振りを高めろと。じゃあこれは俺マジで、あのもう最近気づいたよ。まあ、やっと、うん、あのついに、うん、同時にこれは日本企業へのダメ出し。おお、マジかいな、うん、やったな、うん、グローバル企業が日本ではなぜ生まれないのかみたいな話よくあるやん、うん、よく出てくるよね、なんでアップルとかアマゾン、グーグルみたいなのが出てけんのか、最近特によく出てくるよね、なんか。で、なんかあの総務省がイノベーションって、うん、イノベーションやっとるな、あれはちょっとひどいけどね。で、なんで生まれないのか、そういう人材がどうのとかやってるやん。やっとる。違うと。お、あのね、単純な問題で、ただマーケティングが下手なだけ。お、うん、露出や。そう、いいもんを作るっていうのと、作ったもんを、うん、あのデファクトスタンダードにするっていう戦略は違うんですよ。細かいこう技術を洗練させるとか、職人の国ですから。安くするとか、小さくするとか、ね、品質を高めるとか、こういうのは得意ですね。そうですね。世界でも有数でしょ、それは。そう、数値化できるものを、うん、の数値をちっちゃくしたり、大きくすることが得意なんですよ。でもマーケティングとか、うん、そのあのグローバル企業の展開とかもそうだけど、うん、数値化できひんやん、うん、その曖昧なものを、定性的なものやからね、そうそう、定性的なものを作るっていう能力に著しく欠けるわけですよ。あの全体論ってね、全体論ってね、個人としてはそれができる人はおると思うよ。それはあの作家さんとかでも、優れた作家さんっていっぱいおるやん。でもあのきちんとそのだからアンダーグラウンドな領域とか、うん、ま今さっき言ったクラッシュさんがどうとかね、現代美術館の時に個人の能力でそれを突っ切る人っておるやん。だけど組織として、しかもポップスにおらへんっていうのもそれそうやと思うんだけど、うんうんうん、そのちゃんと派遣を取らなあかんみたいな、うん、ヘゲモニーね。だから日本企業がグローバル化できない理由とかってよく言ってるやん、うん、あでも結局にマーケティングができんのと一緒やろと、うん、なるほどね。曖昧もことしたものをやる力に欠けてるだけでしたろと。そうか、でもそうか、河本ひろととかが言う、うん、じゃあ世界一おいしいラーメンってカップラーメンなんですかとかさ、日本で一番去年良かった音楽は AKB のなんとかって曲なんですかっていうのが違うっていうのと一緒で、まああると思うで一部、うん、みんなに、それはすごい能力やん、うん、みんなに AKB とかのね、そう、親しまれる曲を作るスキルっていうのがしょうもないって言ってるんじゃないか、うん、これはすごい力なんやけど、うん、一方でその展開する力っていうのは音楽を作る力とか、うん、物を作る力とは違うから、うん、なんていうか数字で勝負できる時代が終わって以降、うん、日本企業の製品であんまり大ヒットしたものってまたやっぱりないやんか、なんか言うやん、イノベーションが苦手なんだ日本はみたいな、うん、あれは若干ちょっと議論が乱暴やなと思うよね。だから品質上げるとかその量的なところに関しては長けてるやないけど、そうだ、プロセス相変わらずプロセスのイノベーションを起こすとか、そういうのは得意やけど、そのいやコンセプトみたいな、あの話が、まあ、あんまり得意じゃないよね。コンシャースラジオ、コンシャースラジオ、楽しいな。あの
これめっちゃ有名な話で、うん、エディってあるやんか、あのもう今楽天エディになったんかな、うん、まあ、使ったことないけど、まあ、エディね、うん、カードそうそう、あのお財布携帯とかに入ってる、まあ、フェリカやね、要はフェリカか、うん、であのフェリカ端末で、非接触 IC、うん、で、まあ、スイカとかパスモとかイコカとかみんな使ってるやん、うん、でピッてやることによって電子決済ができてしまうっていう仕組みを、まあ、作ったのはソニーやんか、うん、でそれを自分たちでも使おうと、はい、それで商売しようって言ってできたからエディなの。これエディってユーロ、ダラ、イエン、その時の基軸通貨3つの頭文字取って世界の基軸通貨になりましょう、エディなの。なるほどなるほど。ソニーってすごいチープなことやっちゃった会社ですよねっていう話なんやけど、本来であればそこのインフラをきちんとガッチリ押さえたら iPhone とかに負けずに普通に世界中の電子マネーみたいな世界でインフラになれたわけよね、うんうん、そうやな。そしたらアップル、フェイスブック、グーグルなんとかって言ったらソニーは生き残れたわけや、うん、なんか生命保険会社とかにならずに、うん、っていうのを製造業の一メーカーとしてこれ考えた人いるってことやん、エディって名前つけてんねんから。そうやな。やねんけど、うん、製造業であるソニーの偉い人なのかどっかの人は部品を売って儲けるっていうところにまあ安易に流れてるわけやんか。なるほどね。でそんなことしてるから当然だから、派遣は取れへんやん。でもしその人がエディって考えつけた人がそういう力まであれば、あるいはソニーっていう会社にそういうプラットフォームにするっていう力があればいけたのかもしれんけど、まあその能力はなかったですねっていう、まあなんか典型的な事例だね。あくまで優れたメーカー。そう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 。でそれがたまたま受け入れられたらすごい売れると。なるほどね、うん、そうかっていうことなんじゃないかなと思ってるけどね。なるほどね。まあずっとそうやし、ちょっと寂しいけどね。コンシャスラジオ。